おはようございます。おはようございます。こんにちは。10月入りましてね、やっと秋らしくなってきました。こう来る途中ね、大宮公園の裏の道通ってくんですけど、彼岸花がねあちこち今咲いてますね。咲いてますね。あの冒頭池の下の方でね、ちょっとねその前に心拍と違う話をちょっとしたいと思うんですが、あの消毒ですね。前回の続きで、これにちょっとシャリをつけてきます、今回はシャリをつける回、シャリの道、まだシャリ彫刻はしないですよ、ただ皮をむいて道をつける、で次に針金をかけるっていう形にしたいと思います。で今回使う道具がですね、木磨くやつ、もうこれ外減っちゃってますけど、それからあとピンセットで皮を剥いていきます。これは筋をつけていきますからね、筋をつけてその通りに皮を剥いていきます。これは何の道具ですか？歯医者の。これはね、歯医者の金物市とかで売ってますよね、歯医者の道具。あと彫塑っていう道具、彫刻の道具ですね、粘土とかでこう、銅像とか何だかな、なんか作るやつ、それに使うやつです。これだとこれじゃなくてもいいですよ。細い針みたいな細いやつでこう引っ張っていけば、筋が分かりますね、でちょっとこれやっていきたいと思います。まずね、切り口、切り口をどこから、どこから行くかっていうとですね、ちょっとねここにねシャリが入ってるんですね。これねちょっと磨いてみます、ここはもうシャリ入ってますね、でこっちへ行き道、あともう一箇所あるんですね。これがねこの辺かな。ちょっと猫がうるさいですね。まだ猫だ、猫が猫がうるさい。その下にもシャリがあると。そう、ちょっとね、もうちょっと少し磨いてきます、はっきり分かるように。ちょっと真鍮ブラシがないんで、こうワイヤー、硬すぎですけどね、軽く磨いてきますから。で、このシャリ付けっていうのはね、これ私自己流ですけどね、自己流、自己流って、普通ね、前はね、こう適当にマジックで線引っ張ってね、線引っ張ってこうぐるぐるって回るように削っていったのって違うんです。それやったらね、跡がね、もう細くできない水水が、そのためにね、もう木に逆らわないでね、シャリを作っていく、そういう風にやってます。ですから人によってちょっとやり方は違うと思いますが、木の流れの通りに削ってきます、で先生のシャリ付けの特徴としては、もう何にもなかったよね。え先生のシャリ付けの特徴、特徴はやっぱ木に逆らわずに木の流れ通りに作っていく。そう、そういうこと。でそれの起点を今ここの元からあるシャリから行こうかなっていうことですね。そうそうそう、ちょっと入れてみますね。今ねこう入ってるんですよ。ここで切れてるんですよね、ここの内側をちょっと取っていってみます。入るな、枝に入っちゃう、ここに入りそうだ ね、 ですね。初心者の方もいると思うんで、シャリじゃない、生きてるところ水水って呼ぶじゃないですか、シャリを削って枝にそのシャリが入っちゃうと、その枝が枯れちゃうってことですよね。そういうことです、行き道がなくなっちゃいますんでね、水を吸い上げられなくなっちゃう。でこう心拍は繊維がこうグラスファイバーみたいにこうずっとつながってますからね、だからこの線の通りに行けばいいんですよ、そうですね。だから今そこの枝に入っちゃってるので、枝が枯れちゃう可能性が、で今ねちょっと入ってるんですよ。これ入ってますか？半分ぐらい入ってるの大丈夫です、自然な流れ出てきますけど、半分ぐらい、全部入っちゃったら枯れますからね、でもしね、変なとこ入っちゃった場合、これが細いからこのままだとそのまましてくっつけますから、これ剥いちゃってもダメですけどね、このぐらい細い場合はこのまましてくっついちゃいます、もし変なとこ入ってなっていう時はこう細いうちやめといた方がいいです。あとあれですね、よく言うのは今これ左流れじゃないですか、だから
こういう角のところにシャリが入る方が自然に見えるみたいな。できればね、こう外側なんで、外側にシャリ入れたい、うんうん、そうするとこう板向きに作っていけますよね。はい、これ枝入ってきますから、はい、これ取っちゃうとこの枝の3分の1ぐらいのところに入ってきちゃうんですね、うん、シャリが。これ取っちゃいます。いっちゃう。いくらかもうあの固まってきてますね、この肌がね。夏場だとこうちょっとやってるとずるって剥けちゃうから、ちょっと剥きづらくなってますけどね。冬から夏ぐらいが一番柔らかいですね。そう、あのペッと皮がめくれます。ただ、ね、やっぱり夏はね、あんまりいじんない方がいいですよ、尻尾か。それはめくれすぎちゃうから。うん、そう、うん、皮がめくれすぎちゃうから、余分なところまで取れちゃうから。やりやすいけど、やりやすいですよ、ね、つるって他が入っていっちゃいます。そうですね、先生は冬とかにやることが結構多いですね。基本的には削ってピンセットで取っての繰り返しですよね、うん、そう。これ彫刻刀じゃダメですか？彫刻刀でも大丈夫ですよね。 V 字型は、あ、三角形の V,、うん、そうそう v のやつ、 V 字型、あれの細いやつでね、こう取っていくとかね、うん、境目のところとかですね、うん、細かい道具って持ってるのは彫刻刀を持ってる人が多いですよ、まあそうですね、彫刻刀で削るって、うん、細かいところまで入らないですけどね、はい、その場合は削らないで剥がしていく、ね、こっち切れ目入れてささくれ出して、うんうん、それを引っ張って取っていくの。なるほど、やってた方がいいですよ。彫刻刀やっちゃうともう完全にね、大体刃物傷って言いますよね、うん、実際 の, あの自然界で刃物の傷なんかつくわけないんですからね、はい、刃物傷がついてしまうんで、それだったらこうささくれ起こしてめくってた方がいいですな。だからこれ結構時間かかる仕事なんですよね。そうですね、前言われたようにね、こう大きな木だとですね、こういう小さいのはあんまり やったことないんですけどね、はい、1日10センチですね。1日10センチ10センチ進めばいいんですね、シャリ付けはそのぐらい時間かかると、うん、でこれ今ある程度大まかにラインを作って、うん、彫刻はまた別ですもんね。別道を作って、その後に彫刻をしていく。その後に木に彫刻入れてきます、うん、だから1日2日でできるもんじゃないですか、はい、年数、うん、だいたい3年ぐらいかかる。かけてするとこのままにしといて1年ぐらい放っといて、そうするとこの、うん、こう白い部分ありますね、これ、はいはい、こっち側があの芯の枯れた部分、はい、これ白い部分、これ白田って言うんですけど、はい、この部分がね、もっとあの1年ぐらい放っておくとね、柔らかくなって削りやすくなってだからこう溶合剤とか塗っちゃダメなんですね。塗らずに塗っちゃうとあの柔らかくなってこないんで、うん、この場合ほっとけば自然に木がこういったこう腐ってくる、枯れてくるやつ。なるほど、そうなってきますから、ね、この木だとね、うん、皮をむいて、それから針金をかけて軸を作って、うん、そのまま置いておきます。なるほど、それからもう一回針金を外してシャリ付け、シャリ付け、シャリを削って、うん、シャリはあの板状に削っていきますね。板向きって言いますよね、心拍、はい、長い道ですね、ええ、うん、長い道です。その間にあの下手すると枯れる枯れるってのはもう心拍が枯れるのは前提ですよ。そうですか、枯れてしょうがない、うん、で生き残ったやつはかなりいい気になりますんでね。そうですね、いや枯れる前提というのはその厳しい仕事をするってことです。枯らすんじゃなくてね、うんうんうん、厳しい仕事やって枯れちゃったら諦めもつくかな、ね、今年枯れましたね。枯れました。3年かかってシャリ入れてやったダメでした。まあ先生のね仕事厳しいから厳しい。タヌキの元がいっぱいありますけど、手元に置いとかないとすぐ死亡しちゃう。ああこれがあったらよかったなって変な思い出が出てきちゃう、ね、思い出が出てきちゃうから。そうですね、3年かけて彫刻してね
腫れたらショックですね。それは今撮ってありますけどね。あ、彫刻はね、もうこれでいいかなって言ったわけだよ、うん、夏の暑さとね、ちょっと家直したんでね、水やりができなかったね、はいはい、それで水がいかなかった。うん、水ですよね、うん、夏のね、ちょっとこう小白類はね、葉っぱがちょっとおかしいなと思ったらもうダメですね。雑木だったらなんとかなるんだけど、そうですね、これがちょっと色がおかしくなったらもうダメですね。うん、今度持ってきてみます。はい、それからあのもらった木、ああ真っ二つに割った、うん、3つやった木、はい、あれは1本が枯れました。あ、1本枯れた、枯れた、長一番長いやつ。あ、だけどね、なんか作りようがあるかなって感じです。少しね、もうあれはやめます。そうですね。で、まあ、ちょっとあの培養してね、はい、あの葉っぱを多く作っていきたいと思ってます。まあ、心拍はね、枝一本あれば、うん、まあ、枝1本あれば、ね、作り直せますから。そう、少しここに行ってきます。ここで道が決まる。だいぶ上の方入ってきました。下が今度下げていこう。うん、どの辺、あ、上はその辺で止める感じですか。これもうちょっと行くかも分かんない。もうちょっとこう入ってもいいかな。うん、枝には入らなそうですか。少し今下引っ張ってて、この枝に入りそうで入らなそうだ。ギリ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 なので大丈夫そう。大丈夫だったみたいな。大丈夫そうだ、これが入りそうだったから、はい、結構根気のいる作業ですね。根気のいる作業ですね。今もう1時間半ぐらいやってますよ。1時間半ぐらい。これとか外時間かかる、これ外時間かかりますよね。今日これと、うん、これ線つけるぐらいでいいかな、今日は。そうですね、結構時間かかるんだよ、これ。時間がかかります。途中経過、まだもっと細くできないな、ちょっとな。はい、今ここまで来てるんですね。これを残したいな。これ残して、これね、もっとやっていくとね、これなくなるんだよ、ここは。だから残す形でやっていく。だからあんまり太くできない、うん、もしくはもう一本2本にしとくかな、入れるとか、うん、まあ、将来的になくなりますけど、ね、もっと広げるよ、ここは、シャリのことを考えたらなくなっちゃいますね。うん、ここがね、こう来てんだよ、避けてる、避けてる、うん、だから下途中で止めとくから、うん、次の段階で やるならやればいいんだ。そうですね、ギリギリ残していて、はい、最終的には痛み気になっちゃうかもしれない。そう、これとこれがね、入っちゃいそうなんだよ、こっち。こっちがね、まだここなんで。はいはい、あそこはね、やりたいですね。こっちって取っていくとね、こう両方入っちゃう、これ多分。うん、だから残しとく、このまま。あんまりいかないで。やりすぎずに。2本にしとくから。うん、自然のままやってるから、やっぱ水水、うん、ね。次の段階でやればいいや。残さなきゃいけない枝にも入っちゃう。入っちゃう。まあでもそこは何ですか、時と場合によるって感じですかね。うんうん、下まで行きました。うん、大体できた。こんな感じ、うん、で切り口はどここの辺から行ったんかな、はい、ずっとね、で上行って、こう上行けば
ここまで来た。はい、どんまで。で、ここからずっと下に引っ張ってきました。はい。これで、ここで回転して、こう下に入ってきます。でね、一箇所ね、はい、これ入っちゃったんです。ああ、これね。うん。これはね、もうダメですね。これは水水がなくなったので枯れちゃうと。うん、もう陣になっちゃいます。はい。で、最後ね、ここ。はい。皮はずっと下まで向いてきますよね、ここに、はい、そして根っこの方まで持っていかないでここで止めてください、切っちゃう方が、はい、ここも同じです。下まで行っちゃうとね、これ長い間にここもここに来てませんから、うん、腐ってきますから、これ、はい、だから少しね、土の中入るちょっと上ぐらいでこう止めておきます、ここに、うんうん、根まで引っ張らないってことですね。全部根っこの方までこれ引っ張るといっちゃいますからね、はい、そしていかないようにここで止めときます、うん、これ下までちょっと腐っちゃいますから、はい、それであと2本、もう2本入ってますよね。2本なってる、はい、これがね、1本独立してるな。この水水が生きてる、これか、あ、ここだけ残してるんだ、うん、これ残してるんだ、これが。でここから上はもうシャリになってますからね、うん、もともとこう切れてるところ上は、でここは下ここだけ残してる、近いから下から残してあります。おお、そういうこともできるんですね、うん、こういうこともできますからね、こんな感じかな、はい、であと子供の方もちょっとやってみます。シャリが出てきたんですね、感じで、あとね、こう際をちょっと取っていきます。はい、際っていうのはこの水水と水水とこの向いたところの間、はい、こうちょっと段つけていきますんで、 そして今回のこの皮むけの終わりになります。次から針金かけっていう形って形ですね。ちょっとこう段差つけますんでね、はい、こういうとこ、この水水とシャリのこの間、ここですね、はい、ここをちょっと溝掘っていきます。これ、こう向いてた方のがね、後々いいですよ、向いてった方が、うん、こう削ずっと削らないでね、こうやって引っ張っていくんです。どういうところがいいんですか。そう、自然にこうやって自然に見えるからいいってことですか。そう、削る時もね、次楽ですから、こうなってこの線の通りに行けばいいんですからね。これつけとけばこうなる。上からこう入れるとね、ささくれができますからね、こんな感じ。じゃあ今度はこれをシャリが今2本あるじゃないですか、うんうんうん、だから全部の面の隙間を今からやっていくことですね。そうそう、全部全部です。途方もない作業ですね。これはもう相当根気の作業です。根気の作業根気やっぱ本気で根気ですよ。でも防災やっててやることなくなること多いじゃないですか、うん、今やることないなみたいな、うんうんうん、やっぱこういうのはずっとできるから、これいつでもできるからね。ね、こうシャリ付けはね、夏でも冬でもできるから、うん、特に夏場なんかやることないですからね。そうそうそう、これやっといて1年ぐらい置いて彫刻ですからね。そうですね、これやんないと肉、うん、水水がまた埋まってきちゃう。そう、つながっちゃうってことですね。ここの皮がこう巻いてきますからね、はいはい、こうやって噛んでくるような形、こう少し引っ込ませておかないとなかなか巻いてこないですよ、これ。結構時間かかるけど大事な作業。そう、この時ね、こうやって刃物入れますけど真ん中は絶対削っちゃダメですからね。真ん中っていうのはシャリの真ん中ですね。この丸の一番高いところ、うんうん、こういうのが浮き出てきますからね、後でね、はい、そういう風な彫刻入れるんで、ここは絶対平べったく取っちゃダメです、うんうん、ここは残してください。この削るのはこの際だけ、際だけ、彫刻入れる時もそうです。頂点の部分は残すみたいな。そう、出っ張ってるところは残す。そうやって板シャリを作っていくっていうような感じですね。へこんでるところはこうへこませるんだけどね、はい、心拍で一番大事なのってシャリって言いますもんね。シャリです。
シャリ芸、シャリ芸が一番心拍の魅力だっていう、うん、芸があるかないかですね。そうですね、破傷とかではなく、うん、五葉松だとね破傷とかも大事になってくるけど、そうそうそう、あのこれもがいもできるんで。心拍何見るかっていうと、生きてるところと枯れてるところ、死んでるところ、その、うん、それでも生きてるっていうのがね心拍だから、うん、厳しいところで生きてる、その厳しさを見せなくちゃいけないんで、うん、そういう作り方をしていくと。ちなみにあのこの道具はね、はい、うん、売ってませんので。これは先生の手作り。手作りです、はい、こうあの細いところも入るようにね、ここに自分で作ってますね。結構この小ささがあんまないんですよね、うん、大きななら売ってますけどね、菊和さんで。彫刻刀じゃね、ちょっと入らないんですよ、こういうとこ、細かいとこは、うん、結構見えてきましたね、シャリが、うん、景色が見えてきたか。半分ぐらい削ってる感じですか。そう、うん、ちょっとねこうゆくゆくはこの芯を出してくるからね、ここね、はいはい、今ねちょっとあったんでこれ出してきてる。ああもう彫刻始まってる。シャリが入っちゃった。シャリが入っちゃった、ね、うん、結構深めに両サイド削ってるように、うん、これ ね、うん、ね、これ巻いてくると思う、うん、ちょっと変わってきたかなって感じね。ね、これ一回持った後で次折り込んじゃうか、少し。あ、もう次次彫刻しちゃう。本当はこう白いの取るんだよね、取っちゃえばいいんだよね。はいはい、この白いところ。そうそうそう、かもしれないな。これなんだよ、これこの、はい、この色、これ芯だから。うんうんうん、で多分来年まで置くとね、もうちょっと木が固まると思う。はい、今ね夏になってるとこあったんだ、どこだっけな。ここはよくわかると思う。これが枯れた部分です、今まで。はい、シャリ入れた部分。で、こう白いでしょ、うん、この白いの取っていくのか。そうすると、これが浮き出てくる。うん、この辺もずっと取っていけばね、こう浮き出てくる。こんな感じになってくる。はい、筋近いですね。というわけで、水水とそれからこのシャリになる部分ね、はい、段差つけました、はい、でちょこっとね削れるところは削り入れてますんで、うん、こういうところこんな感じになってます、はいはい、あ、ちょっと深く入ってます、うん、であと子供の方ですね、はい、このシャリの部分をちょっと磨いて、でこんな長くいらないと思うんで、うんうん、途中まで磨いてます。次はやっぱり針金かけてやっていきたいと思います。針金かけて、で正面、うん、こっち正面がいいかな。まあそうですね、裏枝考えると裏枝がないからね、うん、こっちになっちゃうから、次次回針金かけていこうと思います。そうですね、はい、でちょっとやりすぎちゃったかなっていう部分があります。こう、ああそこまで行って、うん、ここがねちょっとこううまく入らないんで細いんですよ、うんうんうん、これですからね、ちょっと行って、そうですね、本当はこっちに行きたかったんだけど行けなかったって、ええ、これがねこっち行っちゃったんですよ、うん、だからこっち入ってきてない。そしたらもうちょっとここ拡張して行くしかないんだ。そうで、ここちょっと難しいのがね、ここあーそこの枝分かれ、うん、これがずっとこう入っちゃうと、こっち側が水水がね細くなってなくなる。あ、これだ、これしかなくなる。あ、これだけしかなくなっちゃう、うん、これが1年ぐらい経ってちょっと太ってくれば、うん、完全にこうもっとこっち取れますから。なるほど、これで少しずつ細くしていけばいいと思います。だからシャリ作りすぎちゃうと、そう、あの枝に行く水水がなくなっちゃうから、なくなっちゃう、 そう、そこは注意した方がいいですね、はい、でここは水水があったんですけど、これシャリになってしまいます、うん、シャリがここ入っちゃったんですね、この枝に。ああそうですね、だからここは懐だからなくてもいいかなっていう感じで良かったです。そうですね、うん、まずこういうの残ってますんでね、はい、じゃあ次は針金かけやってみます。針金かけ、はい、どんな風に変わるのか、
針金のかけ方もちょっとまた初心に戻って、うん、導線でやっていこうかな、それね。そうですね、教えてもらいながらと、まあ、アルミ線だとね、あの線だらけになっちゃうから。そうですね、切らなくて導線でやりますよ、うん、一応構想というかあるんですか、針金の構想ね。針金かけながら考えます。かけながら、ね、だいたい大雑把に針金かけていきます。はい、はい、以上ですね。急に終わりましたね。まだありますから、大丈夫、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、じゃああと3回ぐらいで3回で、うん、来年まで持てばね、持てば多分大丈夫だと思います。どっか枝枯れるかもしれないしね、シャリ入れたから。この辺2カ所ぐらいね、ちょっと細いところあるんですよ、はい、ちょっと変わった気になるかなって。楽しみです、はいはい、時間がかなりかかりますんでね、うんうん、皮むいていくのと、これ失敗したら枯れるんですから。そうです、ね、それはそうです。結構気遣いながらやってますからね。だから心拍ってやっぱ長く遊べるのが魅力ですね。だから、うん、そうだからね、ここまでやってね、うん、彫刻やってね、はい、それが多分ダメになる。ダメになっちゃったんですもんね。ありますかね、そういうの。まあそういうのも気をつけて、はい、はい、管理していきます。はい、以上です。以上です、ありがとうございました。心拍と違う話をちょっとしたいと思うんですが、はい、あの消毒ですね、うんうん、私はね、今年消毒1回もやってないんですよ、はい、1回もやってない。あの殺菌とか殺虫剤とかね、かけてないんですよ、うん、なぜかって面倒くさいことからやらなかっただけ、うん、普通はやらないとね、うん、害が出てくるんですけどね、その害がね、竹に出てきました。竹、あのちょっとサンプル持ってきたんですけどね、はい、こんな感じ。あ、後ろに虫ついてるわ。あ、本当だ、毛虫。これね、あの、はい、竹のホソクロバっていう虫なんだよ。あの蚊の仲間ですね、はい、これは葉の後ろにね、びっちりつきます。消毒しなかったから。 で特徴っていうのはね、これつくと白っぽくなってる、うん、こんな感じ、はい、それでこの食害、こう見てください、ハサミで切ったらスパスパって食ってる、うんうんうん、でこれを発見した時には絶対手で触らないっていうこと。毒針持って、あの毛にね、毒持ってますんでね、それがあのこう皮膚とかにつくと大体2、3週間、私茶毒ガニ1回やられたことあるんですけど、はいはい、痛いような痒いような、それがどん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 広がってきますんでね、手であの皮膚に触らないようにしてください。でこれ駆除方法としては、あの私はもう手で取っちゃう、あの手袋してね、びっくりしちゃったよ。そうだからね、あのもしね、竹にこう色が抜けちゃったような感じ、そうすると切り口が、葉っぱがスパッとハサミでような切っちゃう、うん、必ずこの虫がついてますんでね、はい、その時はあの注意した方がいいです。分かりました。あのかゆい痛いってそんな感じですからね、うん、これを竹にしかつかないやつ、これはね、あの黒チキンと2つついてた、うん、竹だけ、うん、で口なしにつく虫もいますよね、オオスカシバ、イモムシ、アオムシ、うん、あれも一晩で、ね、やられちゃいますからね。そうですね、これは何日もかかってこう食が出てきます。なるほど。葉がね、いっぱい茂ってたんですけどね、それがだん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 少なくなってきて、おかしいなと思って裏を見たらもう相当食われてました。まあ、あの剥がれしないですごくいいんですけどね、かっこ悪いですから、これもう治んないで。ということでね、このもし竹持ってる人がこういう症状あったら触らないようにした方がいいですよ、はい、それ注意していただきたいと思います。分かりました。